皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは井村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回は特別編ということで、はい、某所で撮影なんですけれども、諸事情により最高に出会った1台をご紹介させていただきたいと思います。はいはい、車がこちら、はい、来ました。ベンテーガのスピードですかね。はい、そうです。これまずオーナー様からいつも通り触れたいんですけれども、はい、なんか数々お車をお持ちの方ということで、はい、でこれ今回カスタマイズに関しては、はい、外装はほとんど触ってない、ね、触ってないです。もともと新車時のオプションでもう全部黒くなってるんで、新車をそのまま今回カスタマイズさせていただいたということで、はい、まあ、そのカスタマイズの部分もそうなんですけど、はい、車がまずこれやばすぎないですか。そう、車がやばい。こんな仕様を注文されるんすねそうなんです。もうだって真っ黒じゃないですか。はい、そう、真っ黒。これ純正でここまで真っ黒にできるんですね。もともとその新車時のオプションでブラックラインスペシフィケーションかな、はい、っていうオプションがあるんで、もう全部黒く、まあこういうねベントレーのエンブレムとかはメッキ残るけど、それ以外は基本的に黒くなります。メッキのとこ探すのが本当にエンブレムのとこぐらいですよね。そう、エンブレム前後のエンブレムぐらい。グリルもそうだし、この下側もしかも素地じゃなくて全部このツヤありの塗装されてる黒なんですね。すごい高級感が、これめっちゃいかついっす ね。で逆にもう真っ黒なんで、うん、もうメッキのとことか、うん、ライトがめちゃ目立つんですよ。そうこの存在感なくないですかヘッドライトもそう、このベンテーガ定番の、まあ、ベントレー定番のこのクリスタルガラスをイメージした、はい、このヘッドライトがめちゃ目立ちますよね。めちゃくちゃ目立つね。これだからベンテーガーとかベントレーの頼み方ってすっごい重要だと思うんですよ。うん、そうね、その新車時の時にどういう風に頼むかっていうのが結構重要かと思います。で今回そのこのディストロニックが左右にレーダーがついてるんで、まあ、網のこうノペット感もなく、確かにそうオーナーさんもそのノペットしてるのが嫌だ、ディストロニックあんまりいらないけどなんかちょっと丸いのあった方がいいじゃんみたいな感じそういう頼み方初めて聞きました。そういう頼み方をしたそうです。なるほど、はい、でもフォグランプじゃないですけどなんかこうここの表情が変わって、そうその辺もだいぶ違ってくるのかなっていう、うんうん、で今回はそのカーボンのオプションとかはつけてなくもうさらっと真っ黒に、はい、でもうとにかく横に回ってきますけど、はい、横とかももうとにかく全部真っ黒ということで、はい、真っ黒です。そして横まで来ましたんで、はい、ホイール、はい、これあの正直にいきますね、はい、あの SNS に先に出してましたけど、はい、あのざわついてましたこれはどういうことなんだといやもうこれ僕の中では一択、僕も飯村さんのもう性格もそうだし、うん、もう趣味思考を分かってるつもりなんで、はい、やばいの来たなと思ったんですよ。はい、ただ分かってない方とか、はい、初見で見た人はもう相当衝撃を受けたみたいで、はい、これを持ってくるんですかっていう、はい、でこれまずすごいなと思ったのは2つあって、うんうん、まずこの最近トレンドのディッシュ、はい、最近 SUV のディッシュブームすごくないですか。すごいね、すごい。あのウルスとかもそうだし、うん、ゲレンデとか もう純正であの AMG のそうね純正がね、そうなんかすごいディッシュが今注目されてる、うん、でやっぱりこうブームってこう一周回るじゃないけど、はい、もうスポークが流行ったりとか、うん、メッシュが流行ったりとか、うん、で最近こう来てるディッシュをまずトレンドとして入れてるのがまずすごいなと思ったんです、はい、だもう一つすごいなと思ったのはベントレー自体がもともとレースから始まってるんですよ、はい、でル・マンでしたっけ、はいはい、でもう何回も優勝してっていうところから、はいはい、もう後にそのロールスに買収されて、はい、一緒になってなんか高級車のブランドみたいな感じになってるじゃないですか、はい、けど、うん、ロールスとベントレーってもともとがもう全く別のものなんで、うん、こう車のいじり方で成立する成立しないって出てくるじゃないですか。そこに持ってきたのがこの HRE の935ということで、はい、935です。もう名前の通りポルシェの935から多分来てるんですよね、はい、そうです。そのレーシングのホイールをこう持ってくるっていうのがすごいなと思います、はいはい、だからレーシングから来てるホイールだからロールスじゃ成立しないじゃないですか、うん、そうね、あえて持ってきて外しで履かせるっていうのもいいと思うんですよ、はいはい、ただこのベントレーにそれを持ってくるっていうのが、うん、同じ今となってはワーゲングループですから、うん、もうそこの組み合わせって、はい、もう絶対狙ってやってるんだろうなっていうそこがすごいなと思います。そうなんです。もうなんかね全部言われちゃってる感じなんだけどとりあえずそのお客様の方から今回これを買ってきたんだよねって新車をオーダーしたその日にお立ち寄りいただいて、あ、そういう感じなんですか。そうで、どうしたらいいっていう話だったんで、もう
これしかないです、はあ、もう一択。もうてっきり僕そのカスタマイズの部分を見据えて、うん、新車注文されてとかっていう感じだと思ったんですよ。あ、今回は違います。そうじゃないんですね。そうなんです。それ2度びっくりです。まあその時にそのまあとりあえず黒いベンテイガスピードをオーダーしてきたよって言われたんで、ブラックラインつけましたかって言ったらつけたよっていうんでもうこれしかないっていう。これまたしかも今回履いてるのは24インチということ で、はい、24です。それもあのみんな度肝を抜いてました、はい、このでかいのをまず入るんですかっていうのと、はいはいはい、入れるんですかっていうところ、はい、でしかも今回リップ、はい、リムがめっちゃ深めに取ってあるんですね。そうです。これも履かせ方いろいろあるじゃないですか。はいはいはい。まあ、本当にコンケープさせるとか、うん、リップ取らないとか、うん、まあ、あとは前後でこうキャラクターつけるとか、うん、フロントこのリップですよ。そうでも935は基本的にそのコンケーブディスクっていうのが、きついのはできない。あ、そうなんですか。そう基本的に HRE の場合はハイオフセットプロファイル、それからミドルオフセットプロファイル、だからローオフセットプロファイルでセンターディスクのコンケーブ具合が変わってくるタイプになるんだけど、今回のやつはハイオフセットプロファイルなんで、もうリムを目いっぱい取るっていうようなマッチングでオーダーしてあります。普通の乗用車とかだったらもうリアに持ってきてもびっくりするぐらいの、そうね、このリムの深さということで、うんうん、で今回塗り分けてですね、はい、センターディスクがサテンブラックのセンターで、アウターリムがグロスブラックのアウターリムと。これもやばいなと思ったんですよ。このハンツヤのこっちの面積がとんでもなく深いじゃないですか。とんでもなくでかい。でインパクトすげえんすよ。そうなの。そうなの。これっていう。そう。でしかも一段こう奥に引っ込んでくるなんて、はいはいはい、もうなんかとんでもない足元感が、そう真横からもそうだし、うん、斜めから見てもほぼディスクが見えない。そうもうリムだけがこう斜め前とかね後ろから見るとリムだけ見えるみたいな。こんな履かせ方あります？これがねやっぱりもう一番かっこいいから。で全部真っ黒なんですね。センターキャップそうだからビレットのセンターキャップ使えば、はい、センターキャップの色味も落とせるんで、今回はもう真っ黒。これやばいっすね。で当然ボルトなんかも全部真っ黒ですし、はい、あとびっくりしたのは、はい、奥のキャリパーが赤なんです。赤です、はい、全く見えないそう、これが見えない。でしかもこの赤この後紹介しますけど、はい、内装の色につながってるんですよね、はい、そうです。だから今回はそのカスタマイズを見据えてのその新車のオーダーじゃないんで、はい、まあ、偶然の一致っていうことな、偶然の一致っていうかこのホイールとの組み合わせに関しては偶然の一致なんですけど、うんうん、このチラ見せの赤良くないですか、うん、そう、それねあのオーナーさんも言ってた、やっぱり良かったって赤入れて。黒とかにしちゃってもいいと思うんですよ、うんうんうん、全然見えても、うんうんうん、あの目立たない、うんうん、黒とかにしちゃってもいいですけど、これ絶妙な存在感。そう、絶妙にねちょっとだけ見えてるっていう。そしてこのディスク部が大きいから本当に見えないんですよ、真正面から。本当に見えない。本当に斜めから覗き込んであ、これ赤だったのっていうそのぐらいのレベルの色の差し加減。 はい。そして今回タイヤの方はもうベルデステイン、はい、これ一択になっちゃうんですよね。そう、本当はリアを355入れようと、まあ、HRE の場合って基本的にオーダーするときに、はい、他は分かんない。僕はまずデータを投げて、はい、でアウターリムどれぐらい取れるかっていう回答をもらって、はい、でそこからこうちょっとマッチング変えたりする。あ、この幅とこのオフセットだったらどのぐらいのリムになりますかっていうの。そうそれをあのプログラミングしてもらってデータをもらってでオーダーする最終的に。でその時に、最初はリア355入れたかったんで 12.5 とかで一回投げたら、一応作れるは作れるけどアウターリム取ったことがないと、はあ、そのサイズを HRE として仕入れたことがないと、はあ、いうことなんで、はい、オーダーは受けられるけどいつできるかわからないと。あ、なるほど。いや、まあ、その2本だけとかで、はい、アウターリム買わないじゃない、はい、まとめて買うから、はい、だからそれがそのサイズがオーダーが集まんないと、はい、結局リムを仕入れないんで。そういうことですか。そう、はあ、1年経っても2年経っても来ないかもしれないしっていう話だったんで、はいはい、まあ、ちょっとそれは現実的じゃないなっていうことで、今回は投資に。あ、そうなんですか。投資にしてオフセットだけ変えたと。じゃあやろうと思えばリアももっと太いリム自体は存在するってことですか。存在する。そう、そうなの。なるほど。っていうので、まあ、今回295投資で作ってます。でもそれがなくてもとんでもなく深いリムなんですけどとんでもないよね、はい、そう。でまあまあ最終的には結果オーライかなと。
しっかり入ってると、うん、でこれこのエアセンサーとかも全部黒く塗ってるんですか？塗ってます。これはうちのメカニックが。あ、そうなんですか、はい、結構アメリカとかだとこの辺なんか全然そうね気にしないでやってたりするのもありますけど、そう、ね、うん、そうだからそこまで気を使えるのがボンドグループかなと思ってます、はい、この辺なんかお願いなくやったりします、はい、そして車高も今回低いっすね。低いです。これ、まあ、今ちょっとね、はい、アクセスモードなんであの一番低い状態、まあ、走ってる時はもうちょっと高いと思います。上がります。にしてもこの車高をあのベンテーガでやるっていうのはあんまり聞いたことないし、はい、見ないです。いや、なんかこうなんかすごいよね、塊感が。確かにベンテイガって車高をペターって落として、こう24とかのこういうホイール履くともう黒の塊みたいな。確かに。でも今回このディスクがサテンだから、はい、そんなにこうベタっとしてないんですね。そうだから立体感が出さないと、ちゃんとホイールはホイールっていう存在感があったまんまこう塊感が出てるってこと、うんうん、これ車高は何で下げてるんですか？IID のロアリンキットで。あ、そうなんす。下げてます。じゃあ純正の基準値ずらす部品で、はい、純正やサスでそのまま下げてるんです。はい、こんな感じ でもちろん純正の機能使えるんで上げたり下げたりとかっていうのもできるようになってると。やばすぎます。これはやばい。これだから見たことないですもんね。見たことない。俺も見たことない、はい、うん、結構あの海外とかで935って奇抜な履き方、結構、うん、ウルスもすごい衝撃的だったじゃないですか、うん、HRA の、うん、あれ以来のなんか衝撃受けました、うんうん、これ持ってくるんだって。数年前まではね、誰も935なんか見向きもしなかったですね。確かに。だから最近ちょっとトレンドなのと、うん、まあ、あと車業界全体こうなんかこうレトロフューチャーじゃないけど、そうだね、少しこうバックして、うん、やっぱり古いいい車かっこよくいじれるっていうありますよねっていう、そういう雰囲気になってますね、うん、だからそこにもドンピシャハマってると思う。そうだから、それもしかも昔から出してる HRE っていうのがいや、それやばいなっていう、うん、だから今回のこの履き方って、うん、もうなんかまとめみたいになっちゃうんですけど、うん、この HRE とあと新車のベンテーガ、まあ、新車じゃなくても現行のベンテーガでやるっていうところにすっごい意味がある。そうだからこれは、まあ、言ったらマイナーなメーカーとか、うん、はい、最近出たホイールメーカーでこれをやったりとか、うん、もしくはこれが前型のベンテーガとか、うん、他の車でやるとまたちょっと意味合い違ってくるじゃないですか、うんうん、これ現行のベントレーベンテーガと、はい、この歴史のある HRE でやるから、はい、あ、これ絶対遊びでやってるんだよねっていうの。そういうこと、ね、なんか狙ってやってたまたま外れちゃいましたじゃなくて外れてない、外れてない王道ではないじゃないですか。確かじゃなくて、うん、もう遊びでこれ履いてんだよねっていうのが分かるっていう、うん、この組み合わせっていうのはなかなかできないんじゃないかと思いました、はい、そしてあとは各部全部これもこのスピードね、ここは真っ黒なのね、もうパーフェクトじゃないですか。そうなの、仕事がないです。本当にだから車カスタム前提で頼んでないっていうのがちょっとびっくりしたんですけど、はい、まあまあね、うん、そうカメラマンと来る時も、うん、やっぱりカスタム前提で新車オーダーしてるのとそうじゃないのって結構やっぱり違いますよねって話をしたばっかりなんですよ。まさかのカスタムは全然意思疎通が、オーナーさんと意思疎通ができてたんです。もう全部この辺もこの辺も、はい、ミラーとかも全部真っ黒です。窓枠も全部真っ黒です。そしてあとはこだわりのスケスケガラスと、はい、クリアガラスです。これベンテーガーに限らずなんですけど、うん、高級車になればなるほどプライバシーガラス率高いじゃないですか、はい、だからここもプライバシーガラスじゃなく、うん、クリアガラスということで、そう、これ内装ちょっともう紹介したいところなんですけど、はい、最後はい、内装との組み合わせがすごいんですよ、はい、そしてリアも今回通しということで、はい、これじゃあもっと太いの入れるってなってくると、うん、もっとリップが取れるってことですか？そうなの。これディスクがもうちょっと時間に入るってことですか？はい。そこをチャレンジしたい方はでもだからリブが届かないから、あ、なるほど。そうだから微妙にね、絶妙に、はい、例えばそのなんだろう、3.5 インチアウターになるのか4インチアウターになるのか、例えば 12.5 で作っても今と同じアウターリムで良ければ作れるよとか、そういうパターンもあるし。なるほどなるほど。でもそれだとあんまりね、ただただ355履きたいだけって話になっちゃうんで。なんで今回は295ですけど、このリムっすよ。はい、がっちり。これだからこれもちょっとレーシングカーっぽいというか、うん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 、そこから来てる流れなんだなっていう、うんうん、だからディスクの出具合ってすっごい重要じゃないですか。重要ね。リップどれぐらい取るかって重要。車の雰囲気で全然違ってくる。全然違う。そう。だからまあロールス100%だったら多分もっとリップ取らないで出した方が、うん、まあ、組み合わせとしてありえるのかどうか分かんないですけど、うんうんうん、その辺でもだいぶ雰囲気違ってくるんじゃないか。そうね。そう。だからあとはステップなのかリバースなのかっていう部分も、まあ、HRE の場合は基本的にリバースないから、はい、あのステップリップだけど他のメーカーだとね、違う選べるからもうそれで全然見え方変わってきちゃうし。だから本当にただこう同じものを作ろうと思っても、うん、同じものっていうかその935ベンテーガっていう組み合わせでも無限大ですよね、うん、そう無限大。もうリムのカラーどうしますか、うん、もうディスクのカラーどうしますか、うん、オフセットどうしますか、はい、まあ、リップどれぐらい取りますかで、だいぶ雰囲気違ってくるなって、はい、
そしてリアもベタベタですね。はい、はい、まあロアリングなんで基本的に個別に調整できるんですよね。できます。だからもうちょっと後ろ上げたりとか、はいはい、前だけやったりとか、はい、その前後のバランスなんかもしっかり取れるんです。でもうとにかく後ろも全部黒いということで。全部黒いね。これ純正でここまでできるんですね。純正でできるんですよ。びっくりしました。でこれはスピードのあれですよね。これもあれですか、関係ないですか。それも関係ないんじゃないか。関係ないですか。その先ここにカーボンがつくオプションが あと下かディフューザーので今回は前同様カーボンのオプション入ってないんで、はい、もうとにかく全部真っ黒ということで。真っ黒で。で同じようにエンブレムのこの存在感と、はい、マフラーの存在感が出口をね、うん、だこれマフラー乗っちゃうっていう手もあるんですけど、なんかそこを今回やらないのがあえて。そうだからやっぱりその新車だしスピードだし、なんかこうボディに一切手をつけずに車高とホイールだけでどれだけこう良さを出せるかっていう。本当にさらっと乗ってる感じがめちゃくちゃおしゃれな、うん、こんな外装になっております。じゃあ続いて内装を、はい、内装もカスタマイズしたわけじゃないんですけど、はい、やっぱりこう車のコーディネート、はい、トータルコーディネートですから、うん、せっかくなんで拝見したいと思います、はい、ご覧ください。これ中どうなってんすか。これどうなってんすか。チューナーコンプリートじゃないですか。すごいよねこれが新車で。スウェード調っていうのはスピードのあれなんですか、うん、あの残念ながらそのスピード自体をそんなにこう数多く見てきてないんでわかんないんですけど、このアルカンターラ使える使えないは関係ないんですか。多分ないと思うんだよね。でも見たことない、ね、見たことないですね。だいたいフルレザーじゃないですか。そうベンテイガっていうとだいたいね全部レザーでっていうのが。でこのドアのセンターとかシートのセンターまで、うん、このアルカンっていうかスウェード調なのはわかるんですよ、うんうんうん、ダッシュの下もどうも。そうアルカンなんですか。そうこれやばいっすね。かっこいいよね。でちゃんとこの白のアクセントが入ってるんで、うんうん、こう真っ赤っかっていう感じじゃなくって、うんうん、ちゃんとこう立体感がある感じ。そうこれちょっとやばすぎないですか。これはすごくいいと思います。本当にチューナーコンプリートって感じですよね、うん、で今回このピラーとか天井も、うん、その赤いアルカンなんですよ。はい、でこれ外から見た時に、うん、こう正面から見て、うん、フロントガラスのこの中に見える うんうんうん、のインパクトもすごいんですよ、うんうんうん、そうあの本当上側を明るい色にすると車内がものすごい明るく見えるよ ね、 そうなんですよね。で今回クリアガラスなんで、うん、こうリアに関してもすごいこう目がいくというか、うん、そうでこれ内装に関しては外装と違ってカーボンを使ってるということで、はい、使ってます、はい、まあ、スピードなんで、うん、まあ、ちょっとレーシングな感じも出しつつ、うんうん、そうかすごいなんかクラシックな雰囲気もありつつ、うん、なんかこうレーシングなこう最新の感じもありつつ、そう絶妙なところすごいいろいろいいとこ取りっていうマッチしてる感じです、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、今回はヤバすぎました。ヤバいです、はいはい、車もそうだし、うん、ホイールのこのチョイス、うん、で今本当に途中でも話出ましたけど少しこう出遅れなの、うん、つい先日セマショーも行かせていただいて、はいはいはい、やっぱりこうセマショー全体でも、まあ、僕がそういう風に見てるからか分かんないですけど、うん、割とこう少し古めな車とかもうデザインも少し古めなちょっとレトロ回帰したものとかって、はいはい、いうのが割と多かった印象なんですよね、うんうん、だそういうのをこう現行の車とかに取り入れるとまた新しいものが出来上がるんだなっていう、はい、そうです、再確認します。そうです。で今回はこのもう本当に黒でまとめたベンテイガですけど、うん、はい、本当にあの新車でこういろいろできる車って、うん、可能性無限大だな。無限大本当。でももちろんその普通のって言ったらですけど、まあまあ、決まった仕様の販売されている車をすごくかっこよくするっていうのも一つのカスタマイズの楽しみ方ですけど、はい、やっぱりこの新車でいろいろ楽しめる車って、うん、そこにアフターパーツを入れると、うん、さらにこう輪が広がるじゃないですか、はいはい、こう楽しめるというか、はい、かっこよくする、うん、だからぜひあの違う仕様もいろいろそうね、はい、そうね見てみたいなと思ってしまいました、うん、はい、そして HRE であれば、はい、やっぱりこう歴史って重要だなと思ったんですよ。すごく本当にだからやっぱりそのポッと出したデザインがそれっぽいで、まあ、まあそれも一つだし、まあ、それをやらなきゃいけないっていうねブランドメーカーとしての、やり方という部分はあるとは思うんだけど、やっぱ昔からあるもの、まあ、HRE だと来年で45周年なんで、その45年前からあったかどうか分かんないけど昔からあってそれをちゃんとアップデートして今こうやって24インチの最新の車に入れられるっていうのが僕としてはすごく重要かなと
そうする昔のだってあのホイールが現行にこうリバイバルされて履いてるっていうのはやっぱり同じ車と同じ歴史を感じるなということ で、うんうん、で HRE 今回ご紹介させていただくこの935、はい、あの飯村さん一押しでもあるのか紹介させていただく機会あるんですけど、はい、他にもクラシックヴィンテージシリーズで、うん、あの結構こういろんなリバイバルされたデザインあるんですよね、はい、だから組み合わせ次第で本当に他の車種でもいろんなかっこいい車、うん、そうちょっとレトロフューチャーした最近のトレンドに乗った車いろいろ作れるんじゃないかなと思ったんで、うん、ぜひその辺は HRE 名古屋ですHRE 名古屋ではないです。あ、本当ですか、はい、まあ、HRE たくさん取り扱ってて、はい、まあ、知識も豊富ですから、はい、ぜひご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録とあと高評価の方もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。